もうキャンプ場行く前にもう飲んじまったっていう。テントの設営は大丈夫か。キャンプ場の全貌を動画で収めたいと思います。綺麗。あの桜の下が良かったですか。自分は桜が綺麗です。毎回来てる人多分この時期来てる人は場所分かってるんで。ああ、なるほど。ベテランになると。O と A と B と A の。ちょうどいい季節に来たんじゃない、これ、ね、これで桜が咲いてるのこちらと咲いてるの咲いてます、ね、A の7と8つ。オールゼロ。普通の距離で今日のあの。カメラの位置でやると立体感が出ないんです。普通にそのままなんですよ。こういうふうにやるとこういうふうに伸びたように見える。なんかこういう高いものを長いものを撮るときにやると、撮った後にこういうふうにやると高さが出るんですよ。ここからやるといいんです。じゃあ田倉さんの顔を映します。じゃあ映えるやつと映えないやつ。いや俺顔伸びる、俺顔伸びるだけです。明日帰りさ、あそこスズラン食堂作ってもらうとか動画で。まだいいじゃないですか。こう映ってるの？いい。なんか一番伸びそうな人が一番可愛いけど大丈夫？いやいや大丈夫。なんかすごい入んねえんだけど。よいしょ。なんならこのカップもあるよ。これは売ってます。なんか一時すごい売ってなかった。これね、四角い形が今売ってない。ああ、どっちが新しい？四角いの大丈夫？はい。これ適当に入れちゃって大丈夫？大丈夫です。足りなかったら言って。ちょっと大丈夫。いやなんかいや違う違ういやしょうがないじゃん。分かんないもんだって。あれならレモンとかもある。俺もレモンあるよ。すごい良い店の準備が。なんとなく誰かが何かを持ってきてんだろうなとかと思いつつも。でも飲まないのに絶対飲むもの飲む用意した。大会ね飲まないのに周りの人のことを考えて持ってきてるのがすごく強く伝って。いや、それどうして他になんか飲食を売ってんの？ショットは。マッキーぐらいです。はい、どうぞ。マッキーぐらいですか。あ、そうそう。いただきます。ここ最高だな。ここ最高っすよ。いやー、あの下の最高だったね。
ヨダクラーメン。SL だ。SL？ え、なんでこんなとこが SL なんですか？どうしたの？それ SM っすよ。これ動画で絶対あげますから、ね、SM。 言わなくていいやつ。今のツッコミは言わなきゃダメだよ。今俺言おうと思ったけど言わなかったんだよね。 SM と SL 何に旅館かなんかのお店なの。そこでしょ。そうですね、これ。あ、あった、温泉っぽいです、あれ。一気に来てる。日高、日高、日高高原猿川温泉。あ、面白い。500円玉が偽物っていう話。いや、いい思いできましたね。今あ、日本酒と同じです。あ、すいません。飲んでね。すごい鯉のぼりみたいですよ。子供の日だからちょうどいいんじゃないですか。鯉のぼりに刺していて、明日の朝になっても残ってるから。そうですね。何かに食われてなかった。どうしよう。うわ、めっちゃ燃えてるでしょ。塩 YouTube なんです。これは雪塩。なん雪塩だって。甘い雪塩。あ、甘い雪。甘い雪って使える動画ないんじゃない。あと下がちょっと柔らかいとかやる。怖いな。暗闇で酔っ払ってさ、手を押さえてる。そこだけはちゃんと。一番怖いのここだからね。桃んとこ。大動脈とか。すんごいうまそう、うん、これ。カキは多分。カイルはダメだから。カイルダメだった。でも一応全部捨てられるのか。目覚めて寂しくなったら起こしていいから。付き合ってくから。ごちそうさまでした。ごちそうさ
かっこいいな。なんか憧れてるおじさん二人みたいな。もう一個。ここはビラトリ町の市街地です。違ったです。あ、逆から撮るんですね。中坂様、ユーチューバーの女性。なんかこれわさび大事ですかね。顔を映さないの？映してるよ。ノーコメント。今更だけど、鴨そばにすればよかった。